こんにちは。オンラインレッスン教室コンサルタントのボンドラ高橋若菜です。今日もこの YouTube 動画をご覧いただきましてありがとうございます。実はですね、今日のね、まず話したいことはですね、これからの、ウィズコロナの時代、教室の先生も絶対持っておいた方がいい、揃えておいた方がいいと言ったらいいのでしょうか。そっちの方が合ってるかもしれないですね。揃えておいた方がいいアイテムについてお話ししていきたいと思います。実はですね、この YouTube 動画を見て初めて私のことを、知ったっていう方ももしかしたらいるかもしれないんですが、実は私この YouTube チャンネルをですね1月の末に立ち上げまして、で、ほぼ毎日朝8時半に更新しておりました。で、先ほどですね、見たら最後に更新したのが5月5日になっていまして、でそれからちょっと約3ヶ月ぐらいね、ちょっとお休み期間を YouTube チャンネルの方でいただいておりました。本当に久しぶりの更新になってしまっていて、毎日もしかしたら私の YouTube チャンネル見に来てくださってて、で楽しみにしてたっていう方がいらっしゃいましたら本当に申し訳ありませんでした。でなぜかというと、2つねちょっと理由がありまして、で1つはですね、私ビジネス講座をしております。ピアノの先生、習い事の先生、先生たちにですね、ビジネス講座の方を、こちら完全オンラインなんですけれども、ビジネス講座をさせていただいていまして、で1期がねだいたい4月の末ぐらいで終わったんですね。で本当ありがたいことに2期が、1期からの、5倍以上のね人数の先生方に参加していただくことになりまして、でかなりですね、人数がねとても増えたっていうことで、すごいコミュニティ感が出まして、で人数が増えれば、またその一人一人のねケーススタディが、あってですね、仲間同士も、そのケーススタディから学べるってすごい良さがあるんですけれども、その2期生のね、その講座にすごく私集中して、いましてですね、この3ヶ月間でなかなかちょっと更新が、できなかった、そこで忙しかったっていうのが、大きな理由、これが一つなんですね。であとはですね、今年の1月の末に私オンラインレッスンについてのこの YouTube チャンネル立ち上げまして、で、一つの目標としては、登録者1000人達成するぞっていう目標だったんですね。でそれがおかげさまでですね、5月に達成することができました。なんと4月はですね1ヶ月で818人の方に登録していただくことができまして、本当にありがとうございます。はい。でそんなことも2つのことが重なってですね、ちょっとねお休み期間をいただいておりました。でまた今日から、撮っていってですね、更新は朝8時半に更新していきたいなと思っておりますので、なんとかですね、YouTube チャンネルをご覧の皆さんにも、このね、ウィズコロナ、本当に、アフターコロナはないなと本当思っています。ではなくて、今ね、7月27日に私これ収録してるんですけれども、もうどん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 その感染者数の数が更新されています。で秋冬に向けてね、第2波は来るのは ほぼ確実だろうっていうようなね情報も私のところに来ています。ですので本当にオンライン化、オンラインで働けるようにしておくっていうのはすごくもう必須ですね。はい、これはもう避けて通れないんではないかなと思いまして、でまずそのオンライン化で、このね必須アイテムですね、これ持ってるとやっぱり、2期生で私講座の中で見ていてもですね、これはやっぱり持っておくと便利だなと、思ったことをですね今日ちょっとシェアしたいなと思っています。何かというとですね、パソコン、スマホ、私今これ撮影しているのはタブレットなんですけれども、これをですねアップル製品で揃えるということです。私すべてアップル製品です。これパソコンもアップル、そしてスマホもアップルで、この撮影しているタブレットもアップルなんですけれども、なぜかと言いますと、まず、オンライン上にですね
何も先生の情報がない方、この方は本当にね乗り遅れます。ホームページ、ブログ、YouTube、 やっぱりね情報発信全員していくべきです。なぜかというと、これからウィズコロナの時代、人と人とが会えなくなってくるわけなんですよね。まあめっきり減りましたよね、会う機会っていうのはリアルで。で、まあ、特におすすめなのは私は YouTube だと思っています。なぜかというと、やっぱりリアルな感じが伝わるんですよね。私の講座生も、まあ、YouTube を始めて、お問い合わせがあってですね、先生のお人柄に惹かれてという感じで、お連絡いただいている先生もいらっしゃいます。で、一番その会わなくてもリアルな感じが伝わるわけなんですよ。で、今のお客さんっていうのは買う前に失敗したくないんですね。ですので、YouTube だったり、まあ、動画撮影したりとかですね、そういったことをした時に、講座生を見ていて Windows を、使っている方、スマホは iPhone なんだけどパソコンは Windows っていう先生がですね、まあ、ちらほらいらっしゃるんですけど、このデータですね、私の場合 YouTube をやる場合に、これ YouTube だけじゃないですよ、他にも例えば写真とかね、ブログを写真をブログに載せたいとか、そういうことで、全てのことにおいて、今からねそのオンライン上にご自身を存在させるためにね、情報発信だったりしていくこと、そういうことをするときに本当にやっぱりアップル製品で揃えておくとすごく便利なんですね。何が便利かっていうと、そのデータを移すのにですね、エアドロップという機能がありまして、でエアドロップで、簡単にですねその遅れてしまうんですね。 iPhone で撮った写真、 iPhone で、動画撮影したものっていうものを、すぐにパソコンに送って、でそこからまた動画編集したりとかできるんですよ。例えばの例ですね、私の場合は iPad で動画をこうやって今撮影してます。でそしてその後 iPad で動画を編集するんですね。でその後に AirDrop で動画をパソコンに送っています。なぜかというと YouTube に動画アップロードするときに、めちゃくちゃそのスマホからとか iPad からアップロードするよりパソコンからした方がすごく早いんですね、アップロードの時間が。なので、そのようにですね、こう移してエアドロップでそのまま移して、でそこで、パソコンから YouTube をアップロードするというふうにね私はしているんですけれども、その他のねいろんなねやっぱりね作業が全てねアップル製品でしておけるようにしておくとすごく便利です。で例えばその Windows をね使い慣れてる先生、ちょっとしてやっぱり仕様が変わるんですよ。で、よくある質問が、Word に変わるものってあるのとか、Excel に変わるものってあるの、その Apple 製品ね Mac にすると、それに変わったものあるのっていう質問があるんですけれども、Word はページズというものがありまして、ページズこれもめちゃくちゃねすごく便利なものです。すぐに覚えられると思います。でワードができる方はページズでね、で使い方がわからなかったらですね、検索してページズ、これのやり方みたいな感じで検索すると全て出てくるようになっています。でまたはエクセルの代わりにですねナンバーズという機能があります。でこれもほぼね同じような使い方じゃないかなと。Excel 私すごいそんなに使いこなせてないので、ちょっとわからないですけれども、でも大体の機能はですね同じように使えます。であとはスライドですね、パワーポイントのようなものが、キーノート、で、無料でねこれも入っています、 Mac の中に。でキーノートでスライドも作成できたりします。であとはねその iMovie っていう編集ソフトがあるんですけれども、これもパソコンでねそのまま買ったらついてくるものなんですけど、これも動画編集にねすごく便利です。である動画でこれからは YouTube ねやら新規生徒募集には YouTube、しないといけないですよって、ある動画で私話している動画があるんですけれども、
まあ、これは本当にもっともっとその人ってね情報が欲しいんですよ、うん、で情報がわからない状態だとやっぱりあの問い合わせするのにも情報出ている先生の方が、安心するので信用できるので、そちらの先生に問い合わせしてしまうんですね。だから情報を全然出してない先生っていうのは例えば顔出ししてない先生とかはだって会わないと顔がわからないわけじゃないですか。でもう顔が分かってる先生だとあこういう先生なんだなってそれだけでね信用が得られるわけなんですよ、まあ、だからなただ顔出しすれば大丈夫ですよそういうわけじゃないですけれどもプラスその中の要素として顔出しっていうのは大きなプラス要素なんですね、まあ、そういうことだったり、あとはiCloud ドライブというものがありましてでそちらは、例えばパソコンで、ページズで、まあ、資料を作成していたとで途中で、ちょっとじゃあこの作業はね一旦終わりにしようとか、まあ、例えばもう資料をそこで作成したとでその後にその作成した資料をそのままですねスマホで iPhone で開いてで、見られるんですね、うん、だからいちいちパソコンを開いて、作成した資料ってどんな感じだったっけとかって見るときにわざわざパソコンもう一回開いてとかそういうことをしなくていいんですよ。でこれスライドもそうですし、なのであの私プレゼンテーションとか、するときにですね、パソコンで、プレビューってねしちゃうと全画面にしてしまうと、次のスライドなんだっけっていう風になったりするので、全画面にして、そのやっていくときはこっちのスマホで、次のスライドが見られるようにスマホでねしていったりとか本当にねいろんなことができます、うん、Apple 製品に、揃えておくとねこれからのこのウィズコロナの、オンライン化、うん、していくのに、まあ、乗り遅れないですし、しっかりとねついていけるのではないかなと思います。はい、今日はですねそんな内容でした。まあ、必須はね、パソコンもスマホもタブレットも全て、Apple 製品で揃えましょうというお話でした。はい、いかがだったでしょうか。今日のね、YouTube 動画がもし役に立ったと思われた方はいいねボタンお願いします。そしてチャンネル登録の方をお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。今日も素敵な一日をお過ごしください。